どうもこんにちは、のぶです。ちょっとね、髪がくるくるなので、ね、気にしないでください。いや、癖っ気でね、今アイロンとか別に何にもやってないんで、ちょっとこう跳ねちゃってるんですけど、ちょ髪をね、赤色にして、今ねちょっといい感じです。というわけで、今日は草津に来ております。いつも仲いいメンバーで、みんなで草津に、まあ、旅行から旅行に来てます。見てください、これがね、これがあの湯畑です。実はね、車で来たんだけど、3人免許持ってない、俺を含め、あともう2人、7人で来たんだけど、あと2人免許持ってない。そいつらを今日はね、ちょっと車を乗ったところから置いていきたいと思います。っていうドッキリね、ちょっとまあありきたりなドッキリだけど、仕掛けていきたいかなと思います。さあ、どんな顔するんでしょうね、お楽しみですね。次で行ってみましょう。ドッキリの内容は、免許持ってないやつが、7人中3人いるから、まあ俺を含めて3人なんだけど、そのうちの、2人、このどっちかをね、草津に置いていこうかなって思います。運転してる2人から、ジュースを買いに頼まれて、出た俺らが出て、俺らが買いに行くんだけど、俺が財布を忘れる。で、ちょっと待っててって言って、そこに取り残すと言って、車で出発進行っていうね、ドッキリ仕掛けたいと思います。じゃあ行ってきます。え、おっぴー運転してんの？はい、ということでね、落とし入れます。草津に運転できないやつを置いていきます。え、どこにいんの？違う、あいつら今あれ、あ、そういうことか。あ、一回入れ直してんの。じゃあ行ってきます。めっちゃ音落とすんだ。何？なんか飲み物的な。なんで？なんか牛乳さっき飲んだじゃん。リンゴジュース出した。超なんか。帰りの飲み物ないの？え？帰りの飲み物ないの？帰りの飲み物ないの。俺も？俺ナビしてるから、じゃあ俺も買ってきて。何がいい？いや、おさん、俺炭酸系がいい。こっちある。で、ちょっとスープで組んで組んで。え、おささん行っていこう。いいよ、全然。どこ、自販機どこにあるの？今行くの？ここに多分ある。どうせソワ行くんでしょ。いや、でもソワ、あんまり止めてらんないし。そう、だからソワ。確かに、あそこ湯畑の前だから。狭いな。自販機ないよ。じゃあソワ行ったら俺が全力でセブンイレブン行って買ってきてあげる。いや、いいぜ、行っちゃおうぜ、今。マジ？うん。あった。え、何がいい？俺も道路的な感じで。じゃあ行こうぜ。めっちゃお菓子全部食うなよ。お菓子食うなよ。お菓子食べねえよ。ちょっと待って、カメラ録画していいよ、もう。大丈夫だよ。待って、隣にレディースが来てんだけど。もう録画ボタン押してあんじゃん。リア充、隣にリア充。待って、これだけ失敗した。え、ロガイボタン押されてんの？全然うまくいかかった。待って、どこまで行っちゃうの俺ら。ちょっと待って、どこまで行くの。ちょっと、はい、ドッキリ、ドッキリ大成功ってか、俺もはめられたんだけど、俺もはめられたんだけど、くっそー、やられたー。
しゃべんなよ。まあやられた。はい、ということでね、草津置いてきぼりドッキリでした。というわけで、また見てください。じゃあな。